アナログ、プレイヤー、レコードプレイヤーを使いました、レコードのクリーニング方法を紹介いたします。今日はですね、こんな風にちょっと汚れたレコードを用意しております。結構指紋がついてたりホコリがあったりとかで分かりますかね。はい、これをねクリーニングしていきます。クリーニング液お約33と LP レコード用のクリーニング液、他に SP レコード用のお約78というのもあります。はい、これとそれからお約クロス、液を吸い取るのに使います。大変ソフトで、しかも大変、よく液吸い取ります。そして強靭で強いです。そして新しく出ましたお約ブラシ2です。このブラシの数が増えてます。今日はこれを使いまして、クリーニングします。まず500液をこんな風にレコードに適当に垂らしてもらいます。はい、レコードを回転させます。でブラシをこんな風にね、当てて、今日はちょっと汚れがひどいんでちょっと長めにね回転させます。はい、これをこの親子クロスで吸い取っていきます。大変強力です。しかも使った後汚れたクロスをですね水洗いすることができます。繰り返し使えるという優れものです。これでちょっと軽く当てていきますとどんどん息が吸い取られていきますね。はい、はい、もう簡単にきれいになってきますね。こんな感じで。この親子クロスですけども、ちょっと今ので汚れがつきました。ご覧になって分かりますかね。結構汚れてます。こうやって使いましたクロスはもう一度水洗いで乾燥していただきますともう一度使えます。で何度もこれがもうボロボロになるまで繰り返して使えます。コードの方、はい、ちょっとご覧いただきましょう。はい、こんな風にね、綺麗になってます。ちょっと乾燥してくださいね。はい、これでバッチリです。お約33、 SP レコードにはお約78、そして、ソフトで強靭なお約クロス、そして新しく出ました、お約ブラシ2、ぜひお試しください。